どうもこんにちは。改めまして、司会をさせていただきますとし小島でございます。CD 売ってます。はい、今日はね、みーちゃんとウッディです。とお母さんです。姉ママです。今日はこの3人のパフォーマンスなんですが、パフォーマンスはお母さんしないんだね。今回は通訳を握ります。ということで、後ほどパフォーマンスをしてから、実はそれぞれウッディもみーちゃんも YouTube で番組を持っておられますので、それの公開収録をこちらでさせていただくという段取りでございますね。ということで、よろしくお願いいたします。素晴らしい、バレンばかりのバラバラな拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。では、後でね、始まります。改めまして白方美恵子です。よろしくお願いします。今から12年前の3月に私が詩出版した絵本「お母さん僕星になったよ」の朗読をします。この絵本は13年前の2010年5月に私の一人息子翔也が前日までとても元気だったのですが、朝起きてみると突然脳内出血で18歳で天国へ旅立っていきました。その初7日から私はこの絵本の絵を描き始めたのですが、こちらに原画があるんですけど、天使の絵とか描いてありますが、この天使の絵の羽1枚描いては苦しくなりゴロンと寝て、また1枚描いては苦しくなりゴロンと寝る休み休みの作業でした。でも私の中で早く仕上げないといけないという強い思いがありました。でその9ヶ月後にこの絵本が出版されたんですけど、地元の新聞に載せてもらったんですけど、この日付が2011年3月11日の朝刊でした。それは東日本大震災の当日の朝刊の新聞でした。だから私の中で早くこの絵本を仕上げないといけないというその強い思いはここから来ていったのかなと思い、その次の年から東北へボランティアへ行きながらこの絵本を朗読して回った。そこから私の朗読の活動が始まりました。亡くなる前日はとても不思議な日でした。翔也と私はバラエティ番組を見ながら元気に笑っていました。その日の翔也はいつもより「ありがとう」という感謝の言葉を繰り返していました。食事をあげると「おいしい」「ありがとう」、ベッドの布団を直すと「気持ちいい」「ありがとう」、そして休む1時間ほど前、翔也は何かを思い出したかのように「あ、僕、明日死ぬわ」とはっきりと言ったのです。私は翔也の言っている意味がよく分かりませんでした。翔也は自閉症スペクトラムという発達障害でこだわりが強く、毎晩のようにパニックになり、真夜中の2時3時まで泣きわめくことが多い子でした。その日は珍しく夜11時に「お母さん僕寝るね、電気消していいよ」、そうおやすみなさいと私が言うと、翔也もおやすみなさいさいと、それが生涯の最後の言葉となりました。星降る夜、夜空を見上げてみて、きっと僕がわかるよ。お母さん、お母さん、僕星になったよ。お母さん、僕明日死ぬよ。ありがとう、いつも一緒にいてくれてありがとう。僕お母さんの子供で嬉しかったよ。ありがとう、いっぱい愛してくれてありがとう。今僕の周りにたくさんの光の存在たちが集まってきてるんだよ。そして思い出したんだよ。僕は18歳で天国に帰ることを決めてきたんだよ。光の存在たちがもうすぐ僕を連れてってくれるんだ。だから怖くないよ。一人じゃないんだ。これからは傷ついて悲しくなることもないし、思い通りにできなくて苦しむこともないんだ。今は光に包まれてとっても穏やかな気持ちなんだよ。ただ一つ辛く思うのはお母さんのことだよ。僕が明日死んでも悲しまないでね。自分を責めないでね。僕のことは心配しなくていいよ。いつもの僕だったら不安な思いをお母さんにぶつけてた。お母さんはいつも大丈夫大丈夫って言ってくれた。今度は僕が言うよ。お母さん、大丈夫大丈夫、本当に大丈夫だから。僕の中のつらかった思いが浄化して一つの星になり光り輝くんだ。僕の中の悲しい思いもまた浄化して一つの星になり光り輝く。僕の中の苦しい思いも嬉しい思いもすべてが星になり光り輝くんだ。そうやって僕の星がいっぱいになり宇宙になるんだ。星降る夜、夜空を見上げてみて、僕の星が光ってるよ。きっとお母さんなら僕がわかるよ。これから僕は全ては光だってことを放射してみんなとつながっていくんだ。お母さんの悲しい思いも嬉しい思いもみんな光にしていくよ。そうやってこれから僕はお母さんのそばにいるよ。だからもう悲しまないで。お母さん、今度は僕が愛の光でお母さんを包むよ。きっといつか心から笑える日が来るよ。お母僕明日死ぬよ。僕は小さい時から死ぬ時はお母さんと一緒だからねって言い続けていたけど、僕先に行くね。そして今度はお母さんが僕よりもっと上の方で光り輝く星になるんだよ。お母さんありがとう。お母さん僕もう寝るね。おやすみなさい。おやすみなさい。私は命よりも大切な息子翔也を亡くすという体験をしました。それはとても辛く悲しい出来事で、できれば経験したくなかったです。でもこのことがなければ絶対に出会わなかった人たち、気づかなかったことがいっぱいあります。生きていく中、経験する一つ一つの苦しみ、悲しみ、喜びは愛おしく尊いなと、こうして生かされていることが素晴らしいんだと、一瞬一瞬が奇跡の時間だと気づきました。翔也が18年間、私の息子として生きてくれたこと、母親になれたこと、そして翔也は天国に行ってからも私をと深くつながり導いてくれています。私は今とっても幸せです。翔也はいつも私の夢の中にいっぱい出てきてくれます。そして翔也は私にいっぱいメッセージをくれ導いてくれます。今から天国へ行って翔也に会いに行きます。翔也会いたかったよ。会いたかったね。ありがとう。ありがとう。最初からいかがですか。D チャンネルです。イエーイ。はい。D チャンネル。今のでちょっと顔極まっちゃって、なんかいつもの D チャンネルですイエーイができなくなっちゃって。ありがとうってね。言ったからね。すごい。今日もまた実際。翔也君の役をやるっていうのは2度目なんですね。前はリテルファッションコレクションっていう舞台の上でこの子が翔也君の役で出て、その時はまた舞台の上で「ありがとうありがとう」って言って、幸せありがとう幸せありがとうって言って、観客の方がみんな泣き出しちゃう状態で、私も黒子でこの人をそこまで連れていくっていうのに舞台の下でポーズをこうやってやってるはずなのに、そこで号泣してしまったって言って、周りの人に泣いてる泣いてるって言われてしまうような、そんな感じでね、なんか2度目なんですけどね。またこうして合同の番組で嬉しいです。ありがとうございます。まず最初に私の方からね質問をしてしたいなと思うんですけれども、初めての人はウッディ君、はい、まず、はい、そうですね、そうですね、はい、まずウッディ君どういう人かっていうことなんですけども、生まれつき右脳と左脳をつなげる脳梁という器官がついていないんですね。なので脳の2つに分かれちゃってるんです。なのでインプットはできるんですね。なので大人が言ってる意味、周りのことを全部理解できるんですけれども、言葉が出ない、体が動かないっていうアウトプットができない。あとは一般的な社会的なものって、なんか例えば計算にしても何にしても全部繰り返してやらないといけないものっていうのがとても苦手ですね。イメージができないので、体ただ動かすっていうことだけを繰り返してやるっていうことに本人はなってしまってたので、ただ最近奇跡が起こって、なんと右と左がつながり始めちゃったんです、勝手に。その能量というものがなくても、やっぱり可塑性っていうのは脳にあるらしくて、右と左が連結始めたんですね。そしたら23歳なんですけど、普通の2歳児ぐらいの会話ができるようになりまして、今までは文字盤で喋っていました。今そうです、はい、ごめんね。実は文字盤があるんです。これ50音なんです。50音の文字盤で会話してたんですが、最近この文字盤の会話はちゃんと23歳の普通の会話してるんですね。で、喋ってる時はなんかお母さんと一緒だったりとか「めんめん」っていきなりなんか幼稚園生みたいな会話をしてたんですが、一致始めたんです。23歳の会話ができるようになってきたんですね。なので今日は鳥だって言ったらなんか暴発気味でずっとあちこち行って人で話しかけてる状態なんで、嬉しくてたまらないっていうぐらいね、そんな感じです。はい、ここがウッディ君こんな人っていうコーナーです。はい、では、はい、以上です。でも今日はこれでいきますね。はい、私の番組ではゲストさんにいつも質問していることがあるんですけれども、はい、質問コーナー。ウッディ君とゆばまさん、はい、それぞれに質問をしたいんですけれども、はい、自分の好きなところを1つから3つまで挙げてもらえませんか？好きなとこだって。自分の好きなところ。はい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 。まだ翔也君が言ってます。ちなみに翔也君の聞いてるときに、お聞きしてるときにずっとこうやって合唱してます。朗読してます。朗読中ずっと。本当ですか？ありがとう。祈ってました。翔也君が中にもしかしたら入ってくるかもしれないから、心を浄化しとけと。そんなことを朝言ってたんですけども、ちゃんとしてたんだよ。翔也君が来るかもしれないよって伝えて。はい、じゃあ好きなところ。好きなところ。自分の好きなところ。分かった。お、そうきましたか。見てるから、はいはい、何でも面白く解釈するところだそうです。自分の好きなところ、解釈が面白いね。ギリシャって言ってるのはこの人が今ちょっと暴発的で言っております。でもギリシャでね、ギリシャで踊るのが夢なんだもんね。はい、でも私ですか。私は天然で明るいところがはい、そんな感じです。いいのまだない。いいのまだない。いいのいいのいいの本当。はい、いいそうです。あ、はい、なんか今自分のこと勝手に言っておりますが、将来の夢を語っております。ギリシャのパルテノン神殿で踊るのが夢ですというのまで言ってます。夢です。では、生きていて生きてるなーってなんか実感できる時ってどんな時ですか？ある。わかる。ある。ごとく。はい、わかったわかったわかった。それがね。はい。何何。生きてるっていう実感できる瞬間とか。そうなの？結構たくさんありますかって言って、一つにまとめて可能ですか？特に、受け狙ってるでしょ。はい、じゃあ言ってください。悩んじゃいますね。悩んじゃう。一つにっていうのは難しいか。じゃあ、はい、ごまかさない。はい、ごまかさない。分かってからいいから、はい、やりましょう。今すぐ考えて分かりました。はい、はい、はい。そっちですか。生きてるってこれで生きてるって感じする？本当にする？なんだろう。君は天然の芸人やね。面白いことをすると受けてくれると嬉しい。これが生きてる実感なの。本当？芸人さんなんだってじゃあ。そうちか。すいません、この本当天然に人を表すの大好きな子で、自分のミッションはって言ったら、これアメリカに行った時にコーチングを受けた時に笑いでみんなを明るくさせるみたいな、笑いを届けるのが僕のミッションだみたいなことを言い切ってる子ではあるんですね。なのでそうみたいな。そっちか。アニマムさんは生きてるって実感、生きてるって実感はね、そうですね。なんかやっぱりみんなで幸せってなった時、なんか生きてる実感。あ、すいません、ちょっと漠然としてるけど、そんな感じですかね。はい。お客さんに。はい。お客さんから何か質問ありました？質問がありました。ありましたら何か。何でも OK。シャツは後でコマーシャルしようと思ってたんですけど、実はこれウッディチャンネルっていうのを今やってたんですけど、この時にはい、いいです。ウッディチャンネル、そこにね、青田純平さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方と一緒に、その方ストレッチャーに乗ってるような全裸の方なんですね。その方も文字盤で会話をされるんです。で、このウッディチャンネルでこっち来ないと暗い。太田純平さんとこの子が文字盤同士で会話をするチャンネル、番組を作ったんです。その時にもう言いたいことを言ってたら、なんか2人でなんかお金儲けられることないかな。儲けたいよね。っていう話が純平さんの方からね、そうだそうだ、儲かってますかみたいなのを文字盤で会話してたんですよ。もう通訳するお母さん同士みんな笑っちゃったんですけど、でもそのままいっちゃえって言ったら、じゃあどうしよう、絵を描こう、または字を描こうっていうことで、それで T シャツ作っちゃおうって話になったんです。そしたらここの田口正大さんっていう方がいらっしゃって、この方ももともとこういう絵を描かれるすごい方なんですけど、その方と3人でコラボで作った T シャツがこれです。こっちが前、こっちが後ろです。で、原画がそれぞれあるんですね。こちらに後でね、動画の時にちょっとね入れてもらえればいいんですけど、こちら天と地と調整があって、袖のところにこちらの絵が入ってます。で。でこれは原画はそこのスケッチブックになっているので、後でご覧になっていただけると分かると思うんですが、これはね、有形王の杖といってギリシャの杖で、なんか魔法の杖みたいなのでヘレケス神が使ってたっていうものらしいんですよね。すごく願いが叶う、その願いっていうのも自分の願いではなくて、多くの人が役立つ願いが叶う、リタの思いが中心になってる杖らしいんですが、それ書きたいっていうのでウィキペディアで調べながらこれを書きました。ウィキペディアで書いてるのを一生懸命写してもらったのがこれです。で、後ろにもあります、はい、これが天と地と、これが太田純平さんが書かれた天と地で、ね、これなぜかヘルメスって書いてあるんですけど、ヘルメスじゃないです。そういう感じでというなんかとにかくみんなでコラボしてでみんなで経済的活動に参加してこれで少し社会に参加したぞーっていうことの第一弾ということで、はい、やった T シャツです。あ、というこれは2つとものチャンネルすみちゃん片方両方一緒両方一緒ということで T チャンネルとほんわかみーチャンネルでしたという、はい、今日はこちらでロケでした。ということでこの T シャツも販売しておりますのでね、あと私の絵本も販売していますで、トシさんの CD はまあとりあえず CD も販売してますので、まだ見てないとことあったらゆっくりとご覧になってください。あとまた YouTube チャンネルもぜひご覧いただいて、そうですね、番組登録してください。あ、そうです、番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。レッティさん、今のとみっちゃんでした。人生を生きてゆくことが